民国の政治家軍人中国同盟会以来の革命はじめしで、後に中国国民党、国民政府でも養殖職を務めた。一般に国民党右派とみなされる。祖籍は、広東省公衆府、香山県。旧校の大商人の家庭に生まれる。古鉄城は幼い頃から英文を学び、旧校道文書院に入学した。1909年。 九校に赴任してきた、林森と知り合い友人となる。後は、林と共に、革命派宣伝機関設立に活動し、自身も林の紹介で、中国同盟会に加入した。1911年10月、武将記事が勃発すると、後鉄城も厚生省の革命派放棄に参加した。10月23日、革命派の厚生軍政府が成立すると、 クレは総参議に任せられ、軍事と関連する民政事務に責任を負った。11月、クレは林森と共に、上海、南京に赴き、各省都督府代表会議に出席した。12月、孫文が帰国すると、クレはこれと対面し、祖籍が同郷であることから、孫の側近として起用されている。1913年、二次革命が勃発すると、 公正都督の履歴一志を訪れ、放棄を促した。しかし二次革命は失敗に終わり、呉は日本に亡命した。この時、明治大学に入学し、法律を学んでいる。翌年に、孫文が中華革命党を組織すると、後も率先して、これに加入した。以後は、遠征外打倒のために宣伝活動に従事し、1916年春に帰国して、 香港やマカオで繁栄活動を継続した。1917年7月、孫文が五法運動を広州で開始すると、後鉄城もこれに合流し、五法軍政府が成立すると大元水府参軍に任ぜられる。1920年9月、内族軍葬式主、周身が暗殺されると、後が代理葬式に任ぜられ、関東軍の陳敬明。 巨高里らと協力して半マゴの旧構成派を駆逐した。1922年6月、陳が半マゴのクーデターを起こすと、クレは民軍を組織して抵抗したが敗れて、上海へ逃れた。以後も陳討伐のための活動を継続している。1923年1月、孫文が陳敬明討伐を宣言すると、後鉄城は巨高里と協力して、 福建省で東ずま内族軍を組織し、クレは第一祖事軍総司令に任せられた。翌月、陳を駆逐して、孫が甲州で大元水府を再建すると、クレは甲州市で公安局長、省警務所長などを務めた。同年10月、中国国民党臨時中央執行委員に選ばれ、国民党の改総事務を担当したほか、経営軍公部、1924年9月、 孫文の北伐に随従し、大本に永軍長に任せられる。10月、公衆商団が反乱を起こすと、クレは経営軍を率いて、これを鎮圧した。北伐の頃の御孫文の側近を長年務めたご鉄城だが、内心は、連女どもの三大政策に反対であったとされる。翌1925年3月に、孫が逝去し、さらに8月、 国民党左派の領中外が暗殺される。この時、クレは、甲州市公安局長の地位にあったにもかかわらず、これを防げず、しかも事前に、寮に対する警備を薄くする指示を出していたことから、暗殺の主犯と疑われることになった。小解析は、後鉄城を公安局長から罷免すると、1926年5月には、これを逮捕、収監してしまう。もっともこの、 省の行動は国民党最高指導部における権力闘争として関東派の王朝名、古官民一派粛清が狙いとされている。同年10月、ようやく暮れは釈放された。しかし、1927年4月12日に上海クーデターが勃発すると、後鉄城は直ちに省解析指示を表明し、武漢国民政府の王朝名、孫からにも合流を呼びかけた。 同年6月、クレは、関東省建設庁長に起用される。翌年秋、東北に派遣され、町学寮に駅誌を働きかけた。1929年、国民党中央執行委員に選出される。翌年5月、中原大戦が勃発すると、小解析に命じられて、町の説得工作を担当し、これを昭派に参戦させた。これによりクレは、 省の信任を得たという。1931年の寧越分裂でも、西南派の孫からとの関係の深さにもかかわらず、呉は小派にとどまり、寧越合流のために活動した。最新市内洋人伝より1932年1月6日、後鉄城は、上海市長県省庫警備司令に任ぜられた。この時、上海で日本軍との衝突が目前に迫っており、 27日に中上海領事から最後通帳を受けた後は、抗日組織の取締りを開始し、日本側に謝罪を通知するなどした。しかし、結局は、小光、最低率いる第19素事軍と日本軍との衝突が発生した。第19素事軍は、懸命に抗戦するも最後は撤退し、5月5日には、上海停戦協定が結ばれた。 この後も、クレは引き続き、上海市長に留まっている。1937年3月、関東省政府主席に移動する。翌年10月、広州市は陥落し、連県に省政府を移転させた。翌年12月、省政府主席を免ぜられ、重慶に召喚されている。以後、香港、マカオの国民党党務に従事し、1940年には、 当中央海外部長に任せられた。この際には、東南アジアを外遊し、華境を相手に、公日宣伝を行い、資金提供を呼びかけている。翌年春、重慶に戻り、南洋華境協会、国民外交協会理事長に任せられた。後には、当中央秘書長も務めている。日中戦争終結後の1946年1月、後鉄道は、 中慶で開催された政治協商会議に国民党代表として出席している。1948年11月、孫家が行政委員長となると、その希望によりクレは行政院副委員長兼外交部長に任ぜられた。翌年1月、小介席が下野し、理想人が代理総統になり、中国共産党との和平交渉を開始すると、孫、クレはこれに反対し、 まもなく辞任している。国境内戦で国民党が敗北すると、後鉄道は台湾へ逃れ、相当不姿勢に任せられた。1953年11月19日、台北市にて病没。去年66、ありがとうございます。